い、こんにちは。今週は太ももの裏の筋肉、ハムストリングを一緒に鍛えながらヒットトレーニングをしていきたいと思います。じゃあ一緒に頑張りましょう。はい、じゃあまず立った状態のところから足を抱えていきます。お尻とももの後ろを伸ばせるようにしていきましょう。膝を持ったらぐーっと自分の胸に近づけて、ぐーっと、結構バランス取るのも難しいという方はここでゆっくりやっていいので、バランス取れるようにやってみてください。今日バランス結構使います。よいしょ。はい、 OK。 そしたら、壁に片手を置いてもいいので片足立ちになります。そしたら片足を膝曲げてくる、伸ばす。はい、で足首90度にして、これ太ももの裏の筋肉を運動神経を起こして使えるようにしていきます。じゃあ触ってあげてください。はい、 OK。 はい、じゃあ反対側、じゃあ足首を90度にして、お尻立てて、はい、曲げていきます。するようにランニングしていきます。狭い部屋でもその場だけでいいので、はい、 OK。 うん、いいですよ。少しずつ暖かくなってきましたね。はい、じゃあ前後に足を大きく開いて、後ろちょっとスペース空けといてください。はい、じゃあ下に膝をつけます。立ったら後ろ足をクッと上げる。これもバランス難しいですよね。ゆっくりでいいので、上がったら立った。OK。はい、じゃあ反対いきます。足を前後に開いて、ゆっくり膝を曲げて、さっと、よいしょ、よいしょ、ここをグッと伸ばす。あと一回、はい、OK です。いいですよ。そしたらもう一度はランニングしていきましょう。OK です。そしたら足をワイドに大きく開いてください。こんな感じ。はい、じゃあ股関節を折って軽くスクワット。つま先をグッと上げて、立ち上がって戻す。キッつま先。よいしょ。つま先を上げて、立ち上がる。よいしょ。
片足準備して、片足パン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 、よいしょ、一回、お尻結構低い位置まで持ってきてね、よいしょ、あと一回。できる人はそのままでも大丈夫です。聞きます。はい、行きます。やった。グッ、つま先立ち、ジャンプ、いきます。はい、じゃあまずワイドに開いて、股関節の、つま先、ジャンプ。よいしょ。股関節のね、つま先、ジャンプ。待って、つま先立ち、ジャンプ。つま先立ち、OK。聞いてる聞いてる。はい、反対。
そしたら